皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。あとは下に行く階段か。あ、走ってる生徒いる。グルータ飛び中、あ、マシップってこれあれじゃん、シルビアちゃんのことだ。ここはさっきの上のとこだね。まあ、繋がってるって感じか。一応2階は全部調べ終わったみたいね。あとは1階部分がここ入ってたっけ。あ、調べた。うん。まあ一応大体入ってはいるか。そうだね、向こうから調べたんだったかな。一旦まあまあこれぐらいか。じゃあ出口出ていこうか。あ、こっちじゃない。正面から出れるはずだから、正面正面。いやー、ほんと変わった作りの学校だね、この学校も。こっちだ、正面は。うん、ここから出れる。ん、おばあさんがいるなあ。すごい早い、40年勤めてるんだ。ミリガン先生か。よし、さあいろいろクエスト受けたけど、まあ多分この先行ってもあれだろうね、大富豪がオーブンを盗まれたっていう話をするだろうね。ここら辺も特に何もなしか。うん、何もないようだね。裏もなし。あ、ベルがある。この子も先生かな。ガブリエル、旅人さん。あ、もう覚えた？いいえ、覚えてます。すごいのねって言ってる。まあクエストとかも、あ、光ってる、あそこ。なんだろう、素材かん？思い出のプレゼント。あ、これだったの？あれ、思い出のプレゼントって。そうだよ、グレース先生のところ、夜も眠れないぐらい気になるって言ってたの。なんかブランコがって言ってたからさ、てっきりあるのかと思ったけどなかったんだ。場所が変わったってことなのかな。食堂にいる先生でしょ。食堂、あ、ここだ。この先だ。簡単に済んでよかったね。終わったよ、先生。うん、思い出のプレゼントを渡します。この箱が埋まっていたの？一体何が入ってるのかしら。では早速開けてみますね。ん？グレース先生が開けた箱の中には赤いリボンと一通の手紙が入っている。先生は手紙を取り出し読み始めた。この学園を卒業したら私は遠い国に行きます。デルカタール王国の王子様と結婚し、その木として生きることになったのです。え、そうなんだ。木となれば今までのようには過ごせません。王国のため、人々のため生きると思うと、自分が自分でなくなってしまうようで怖いのです。この学園であなたと過ごした日々は素晴らしい思い出となるでしょう。私は絶対に忘れません。だからお願いグレース、普通の少女だった私を覚えていて、これからも私の親友でいてください。親友の証として私の赤いリボンをあなたに差し上げます。きっとよく似合うはずです。ああ、なんということでしょう。これは私に宛てた手紙です。間違いなく私の親友のものですわ。あの子は学園史の美少女で、真っ黒な長い髪につけた赤いリボンがとてもよく似合っていました。卒業式の日に私は初めてあの子が結婚することを知らされてね、大喧嘩をしてしまったのです。それ以来すっかり疎遠になってしまい、風の噂で彼女は姫君を産んだ後、ハエルの病にかかり亡くなったと聞いたわ。あの時喧嘩なんかせずちゃんとおめでとうと言ってあげていたらと何度も後悔していたの。青春の日々はもう遠い昔だけれど、あの子のことは忘れたことなんて一度だってなかったわ。旅人さん、本当にありがとうございます。お礼と言ってはなんだけれど、赤いリボンはあなたが持っていてください。このリボンはあの子の青春の形見。私みたいなおばさんが持っていても何の意味もないものなのですよ。あなたのお友達に差し上げてちょうだい。そうね、なるべく長い黒髪のきれいな女の子がいいんじゃないかしら。思い出のリボンをね、受け取りました。そうなんだね。デルカタールの王妃様のものだったんだ。そうなるとね、マルティナだね。でも、マルティナの、あれ、お母さんじゃない？もしかして、思い出の。うん。これね、スッとね、装備しました。ついでにもう夕方まで寝ちゃおうかな。あ、宝珠ショップ。あ、そうなんだ。宝珠売ってくれる？100ゴールド。あ、売ってくれるんだ。宝珠欲しいよ。18個ぐらい買っとこう。そっか、ここで買えるんだ。あ、道具屋さんかな、もしかして。シェリーさん。あ、購買部。うん、よかった。三河市のリボン、銀の髪飾り。守備力上がるんだ。条約書、天使の鈴か。あ、売ってる。高い。ただ高い。あ、持ってないものがある。持ってない子はちょっといただこう。そしてこれちょっと安いから、5つぐらい買っとこう。あ、これ、1個、2個ぐらい買っとくか。そしてオーブ1個ずつ買っとこう。お金少ないけど絶対ここら辺。あ、間違えた。ブルーアイはいい。レッドアイがなくなっちゃったの。1個いただきましょう。そういえばなんか売れるものってないかな。装備品、羽帽子、うん、売れるね。おしゃれなベルトを。あ、毛皮のポンチョ900円か。ちょっと待って、毛皮のポンチョってさ、誰か装備できなかったっけ？もう装備してたかな。神。あ、毛皮のポンチョもう持ってるか。売っちゃう？ 900 円だったら。装備袋で、毛皮のポンチョ意外と高いね。よし、これぐらいで大丈夫。ありがとう。結構貴重なものもいただけた。あ、そうだ。休もう。夜まで寝れる？あ、夜まで寝てここまで来ないといけないのかな。そうだね。ちょっとひと手間あるようだね。さて、そうなったらね、もう一個の別れてた方の村の方に行こうか。多分こっちに戻ってくることにはなりそうだけど、村の方にも行けたからね。いや、みんな鍛錬してるね。メダルを拾うって。3つってなってる。よし。いや、よかった。結構大きい収穫もあってね、非常に嬉しい感じになりました。さて、このあとね、まあその村の方か、村というか町になるのかな。大富豪がなんかオーブを盗まれたって言ってたね。多分鳥を倒すことにはなるだろうけど、極楽鳥。ひとまずそこまで。メダチャット地方。さあ、この先、まあ道なりにちょっと戻ってってって感じかな。マップ。あー、ここからそっか、分かれるんだね。プチャラオ村。あー、プチャラオ村に行こうか。で、こっち側がボスがいるところね。まだやっぱ村の方に行かなくちゃ。プチャラオ村、そこに素材とかもないね。敵もそんなに強くないけど、ひとまずこのまま行って。あ、馬乗ってった方がいいか。ちょっと馬呼んでこよう。メダチャット地方のね、メダル女学園の前には馬呼べるベルなかったからな。これだね。で、もう一度下側か。あ、こっち側だね。さあ行ってみようか。素材とか宝箱はなしか。なんかこういうところありそうな気がしたけど、あ、進めないの？馬に乗って。じゃあ降りて。せっかく馬乗ってきたのにダメなんだ。残念。走っていこうと思ったのに。地道に歩こう。なんか遺跡みたいなのがある。傾いてる。なんだろうね。あ、鳥が飛んでる。なんかプテラみたいなやつがいそうだな、あれ。素材とかもある。光ってる。なんだろう、この素材。アマチューの糸。ありがたい。なんか遺跡がちょいちょい。あ、なんかズッキーニャみたいなやつのなんか、ちょっと変わったやつだ。避けながら行こう。先に村に行かなくちゃ。なんだ、こっちへおいでよ。そっちじゃないよ。こっちにおいでよかな。あ、馬じゃない、牛がいる。あ、あそこかな。ここだ。あ、遺跡があるんだ。牛の方、天気を予測してくれるはず。あ、この辺りの天気でね。明日は晴れが続くのね。明後日は天気変わるか。ちょっと待って、あそこ光ってるぞ。うっすら見えた。あれ、光ってなかった？この先。あ、気のせいだったみたい。しょんぼり。じゃあ、プチャット村だっけ？プチャラオ村だって。行ってみようか。遺跡のある村か。でもまあ大富豪がもうなんか盗まれたって話だから、なんか行ってきそうだけどね。富豪が取り返してくれみたいな。この先だ。結構谷合いの村っぽいね。やってきました。あ、すごい。なんかどっかの村もこんな感じだったけど。あ、武器とか売ってる。防具もありがたい。お祭りみたいだね。なんか見た感じ、提灯が。いい村っぽいね。おい、こんなとこでぼさっとすんな。邪魔だぜ。どけどけ。感じ悪い。この村は創造資産は相変わらずね。知ってるの？この村は古代の遺跡があることで有名でな。以前わしらは、あ、ウルノーカの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。そうなんだ、来たことあるんだ。トワチャット遺跡の神秘。ああ、壁画にて微笑む、優美なる美女が絵を見た者に幸福をもたらす。だってうさんくせえなじいさん、こんなところで何か分かったのか。ほほう、確かにのう、お主が言うにその時は何の手がかりも得られんかった。じゃがあの時とは状況も違うからの。枝があるもん。今回は柚木白もおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで、奥の丘を越えた先にあったはずよ。手分けして情報を集めつつ行ってみましょう。あの先ってことか。よし、やってきたぞ。ただいろいろなんか探索しないとだな。結構ぐるぐる回しちゃうと寄っちゃうんだよな。それだけ気をつけなくちゃ。ここ入れないか。こちら側じゃない。あ、そっちだ。宿屋だ。そこ裏とかは入れない。壺は壊せない。クエスト。何のクエスト？わしは提灯が大好きなんじゃ。提灯の明かりを絶やさぬことだけを考え、生きていると言っても過言ではない。連なっている提灯がこの村のシンボルの一つなんじゃ。今日も提灯は美しいわい。と言いたいところじゃが、長いこと使い続けてきたせいかボロボロになった提灯があってのう。ずっと明かりを絶えない提灯にしたいが、肝心の針布を切らしてしまってな、調達できず困っておるんじゃよ。キラーアンブレラという魔物が持っている丈夫な針布があれば、目的も叶うが、それには魔物を倒さねばならん。そこで、すまんが旅の方、お主は相当腕が立つと見える。丈夫な針布を手に入れてくれんかと。いいですよ。銀鉱石、報酬。銀鉱石10個か。受けましょう。メダチャット地方の南か。雨の時現れるんだ。ある程度じゃやっぱここで戦闘してないと会えないかもってことなんだね。さあ、宿屋と酒場。あ、料理の仕込み中か。ん？あ、柚木白こっちをって。ちょっと待って。まだ探索してからでいい？軽く見ていきたい。こういうね、壊れるんだ。投げれるタイプじゃないんだね、あれ。投げれるタイプだとね、こういうのとかね、ありがたい。あ、ふかふかストーンね。こちら側は外に出て、こういう裏とかなんかありそうだけどないかな。宝箱とか。ん？特に何もなしか。足場っぽい。うん、何もなかったな。上の段もないよね、きっと。そうなるとない。何もない。2階は行けるっぽいけど、下は本がある。珍しい本かな。あ、とあるトレジャーハンターの伝記第3章。私は七種のトレジャーハンター。小さなメダル99枚で虹色の枝がもらえると風の噂を耳にしてこの学園にやってきた。しかしそんなにうまい話があるものか。メダル99枚と交換してもらえたのは、渋い緑色のユグノア兵士の服だった。冒険者にぴったりの丈夫な服だというが、私にはウエスト周りがちょっぴりきつい。どうにもがっかりだ。腑に落ちない。しかし学園の可愛らしい生徒がクレインモランという国を教えてくれた。世界中の知識者が集まる国のようだ。そこに行けば虹色の枝のありかがわかるかもしれない。私の心は踊っている。さて、もうすぐ夜だ。今夜はどこで眠ろうか。なるほどね。メダル99枚で、なんか服だったらちょっと微妙そうだね。さあ、中身、あ、お金だ。助かる。あ、外に出れる場所か。ここはちっちゃな部屋がちょっとあると。おじさんが2階に上がる階段があったから、ここに繋がってたんだ。特に何もないか。壺とかもないんだ。おじさん何してるんだろう。あ、壁画のこと言ってるね。まあ特に何もなかったね。まあマルティナに話しかけてもいいけど、先に調べてからでも大丈夫かな。なんか進んじゃいそうだしね。道具屋さん。何売ってる？ああ、素材はないんだ。まあメダル女学園の方で素材は手に入れてねって感じだろうね。あ、普通に壊しちゃったんだ。古代プワチャット王国の秘密という本か。古代プワチャット王国が滅びた本当の原因は現代に至るまで解明されていないが、最近の研究で明らかになったこともある。滅びゆく国にも暮らしている人はいる。病や天災が理由ならば、残された人々は死者を弔う儀式を行うのだ。しかしプワチャット遺跡には人間の墓や埋葬した痕跡が見られない。つまりプワチャット王国の最後には弔うものすら残っていなかった。そんな恐ろしい仮説が成り立つ。同じ特徴が見られるのはバンデルフォン王国、ユグナー王国、2つの滅びた大国の遺跡である。ここから考えられることの一つとして、命を無駄死にすることを目的とした魔物による襲撃を受けた可能性があるのだ。ああ、そうなんだ。ここも昔じゃあ、そういう理由でなくなってるかもって感じか。お、55分、助かる。あとはまあ武器や防具屋もあったね。おじさんだ。あ、お姉さん。壺、これ壊せるぞ。万能薬、この奥はいけないか。あとは上だね。結構寄ってきちゃうな、ぐりぐり回しちゃうから。探索するのにはもうこれぐらいちょっと回さないといけないんだよね。ん、本だ。あ、レシピ、ドラゴンのやつだ。装備図鑑、助かる。ドラゴンスティック、ドラゴンテール。あー、ドラゴンテールって武器だね。ありがたい。剣かな多分。あとは防具と武器か。まず防具。ライトシルダーも装備してて、銀の髪飾り、あー、誰も持ってないんだ。ブロンズキャップ、影のターバン、鉄仮面、あ、ブドウ機、あ、上がるマルティナが銀の胸当てか。どうしようかな、マルティナ弱いんだよね、ちょっと装備品。銀の胸ター買えそうだけど、ブドウ機が買えない。もうちょっとお金貯めてからかな。武器は覇者の剣、一応作れる。あ、鋼の体験、ソードブレイカー、探検家、ドラゴンスティック、これも持ってるね。スコーピオンテイル、あ、ムチか、シルバークロー、まあ武器はそこまでって感じかな。この先もなし、まあちょっと装備品があれば助かるかなぐらいか。さあ、樽壊してと。お、お金だ。ぼちぼち貯めていけば貯まるかな。あとはここに大きな屋敷っぽいのがあるぐらいかな。2階に上がれる。裏も行ける。裏には特に何もないか。せっかく裏まで行ったんだったらなんか欲しかったね。大きな屋敷のようだけど、カメラがね、近いせいで酔っちゃうんだよね。皆さんもね、酔わないように気をつけてみてくださいよ。あ、ありがたい。タンス。ここは、あ、夜のとばり。素材だ、夜のとばりは。なんか服とか作るとき必要になるかもだね。男の子が寝てたね。外には出られないか。2階に上がるところがあった。外に出られなかったから、なんか宝箱とかないかな。ん、あ、引っ越してきた人なんだ。移住したんだね、ここに。ないか。何もなしか。あ、違う、壺がある。ん、小さなメダル、よかった、ちゃんと見てて。よし、いただき。一旦これで大体全部。いや、まだある。まだ続いてるようだ。ここで終わりかな。お、何かあるかな。ん、下に行ける。あー、入れない扉か。大体どの村とかどの土地よりも1個はあるね。魔法の聖水、あ、仲間に持たせよう。魔法の聖水は道具。魔法の聖水、あ、誰か持ってるかな。魔法の聖水、うん、持ってるみたいだ。誰か持ってる。あら、なくなってるないな。あ、持ってる、ローが。柚月白、2つ持ってるもんね。せーにゃ。いやー、マルティナかな。マルティナ2個か。シルビアは、2個、シルビアに持たせよう。で、万能薬もね、持たせようか。どうしようかな。シルビアちゃんにしようかな。よし、万能薬。うん。よかった。魔法の先生助かるから。ん？こっち行ける。なんかあるかな。あ、上に上がる階段。これだけのようだね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。